はい、どうもゆうたです。今回はね、こちらのブレーキライン、ブレーキホースもうちょっとステンメッシュのもので、フッティング部はスチールとステンレス製があると思うんですけど、まあスチールの方が安いです。で、まあステンレスの方が高いんですけど、一応ちょっとまあ車の詳しい友人に聞いたところ、ステンレスよりスチールの方がその密着性が高いっていうことなんで、漏れにくいと、フッティング部が、はい、というのを聞いたんで、まあちょっと試しにね、スチールでやってみようかなと。まあダメだったらステンレスとかにすればいいんで、まあとりあえずね、友達からそういうアドバイスをもらったんで、せっかくなんでちょっとスチールをつけてみようかなと。本当はプローバのあのステンレスのやつやろうと思ったんですけど、でエア抜きもプローバさん制圧で抜くっていうんで、それだったらもう自分でやっちゃおうということで、僕も制圧しかできないんで、で一応でスチールのやつ、プローバさん多分ステンレスしかないんで、ちょっと自分でやろうと思って、今回はプロトのスエッジライン、ブレーキホースをちょっとつけていきます。でフルードはエンドレスの RF650 をちょっと使っていきたいと思うんで、まあブレーキなんでちょっと重要保安部品になるんで、ちょっと皆さんはまあね、真似しないでいただいて、ちょっと自己責任なんでまあ僕は本当自分の自己責任で交換するんで、皆さんは気をつけてください。はい、じゃあね、早速ちょっとブレーキライン取っていきます。で一応今回はちょっとブレーキのパーツということで、まあだいたいフレアナットレンチ、こういうの普通のレンチじゃなくて皆さん使ってるんで、僕もちょっと舐めたりするの嫌なんで、今回はフレアナットレンチをちょっと用意して作業します。でここは10ミリっぽいっすね、10ミリですね。いや硬いな、ちょっとなめりそうで怖いね。よし、回ったー、あざーす。よいしょ。まあこのようにフルードは漏れてきます、垂れますね。でまあ皆さんご存知だと思うんですけど、ブレーキフルードを塗装とかね、溶かしてしまうんで、でまあ水溶性なので、あの水にすぐ成分溶けますんで、水すぐかけてあげたり、パーツクリーナーでもいいんで拭いてあげれば問題ないと思いますんで、そのピンを抜きたいね。よいしょ。はい、抜きました。でそうするとこれが取れるかな。はい、このように取れましたね。はい、であとはちょっと見えるかな、ここにちょっと12ミリのボルトありますんで、
取れました。であとはちょっと見えにくいんだけど、こちらにキャリパー本体部分についてるフッティング部分、こっちも12ミリですね。よいしょ、今ちょっと緩め終わってボルトを取ってます。お、すごい垂れてきた。あららららら、いっぱい出たね。あららら、はいはいはい。でこれで純正ホースの摘出が完了です。まあ、純正を戻していくという、まあ、逆の手順ですね。はい。でこちら左後輪っていうやつですね。まずこちらのクラッシュワッシャーっていうワッシャー、まあ、パッキンみたいな、ちょっとここだけ取れないかな、裏なんで申し訳ないんですけど、これをかまして、でボルトの方はこのまま純正を使いますので、頑丈ボルトみたいな感じだね、これは。よいしょ。はい、で裏を一応ちょっとつきました。軽く締めよう。よいしょ。はい。で次はまたこっちに戻って。よいしょ。こちらをちょっとカス、ゴミがすごいな。ちょっとね、ゴミが、カスが入んないように、はい、じゃあこれを入れて、で、なんだ？これをスペーサーを入れて、で、このピンで止めると。
はい、そしたらこれをちょっと締めていきます。よいしょ。よいしょ。いや、硬くなってきた。あんまなんか締めすぎるのも良くないですよね。で、ここ10ミリですね、 VAB は。で、こっち側もこうカチャッと止まるタイプなんで、こっちは別にスパナとか使わなくてもこっちだけ回せば効きますんで、うん、こんなもんだな。よし。で、あとはここの真ん中を、あとここの固定ですね、これを使うみたいなんですけど、このステーをかましたらこれを締めて、よいしょ。はい、で車体側に、止めるんですけど、どうなってんだこれ。はい、じゃあね、一応今取り付け終わりました。はい、ちょっと苦戦してたのがここなんですけど、ちょっと待った、苦戦してたのがここで、で、ここに車体側、間、見えねえな。ここにこうカラーを入れてあげて、このステーを、まあ、このゴムをつけて、ステーをやって、つける感じ。で、結構ホースもこう、結構こっちにこう押されてるんで平気かなと思ったんですけど、まあ、車種専用設計でちゃんと作られてるんで、これぐらいの引っ張りは多分問題ないっていうことなんでしょうね。で、こっちの裏見えるかな、ここら辺もワシャーを両サイドつけて、これもちゃんと締めました。はい、こんな感じで左リアは終わりです。で、右リアやって、あとフロント、左右っていう感じでやっていきます。よいしょ。はい、じゃあフロントをやっていきますね。硬いな、やっぱり。くしょ。よし、来た。行きましょう。これもまた硬いな。よっしゃ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 、よし、はい、取れたと。で、あとはこの真ん中のステーも取っちゃおうかな。これはここは12ミリ。よいしょ。はい、で、あとはこっちだね。
キャリパー本体側。こっちは12ミリ、うん、すんなり回りますね。はい、これで純正摘出終了。そしたら純正のボルトを使って、あ、ワッシャー落ちちゃって、うん、大丈夫かな、ゴミが入んないように。よいしょ。よいしょ、これで OK。 あっち側も付属のステート、お、今回はすんなり回ってくれたな。右側の右のリアと右のフロント、なんかすごい周りが丸くて、ネジのボルトの結構苦戦したんですよね。よいしょよっしゃ、やった。踏んで回していこう。でフロントは一応ここ止まるようになってるんですけど、ちょっと弱いんで上からも押さえます。上は14ミリで押さえられますね。はい、であとはここの固定で、はい、でホースちょっとねじれてたっていうか、その変な方向向いてたんで、あの根元でくるくる回せるんで調整できるんで、ちゃんとねじれてない位置に直しました。であとは真ん中のこのステー、よいしょ、ここにゴムを巻いて、よいしょ、でこちらのこういうやつ、はい、で今付け終わりました。こちらもこんな感じですね。はい、はい、で一応まあ全部ライン終わったんで、あとエア抜きやっていきます。はい、で今ここのフルードのリザーバータンクっていうか、マスターシリンダーがもう結構なくなってきちゃってるんで、こちらにこのエンドレス RF650、 ウェット沸点が218で、ドライが書いてねえな、300いくつだったかな、結構いいやつです。もうちょっと入れていきます。結構透明だな。随分入るな。
これ溢れちゃうかな。溢れちゃいそうだね、これ。はい。んで、じゃあちょっとエア抜きをしていきましょう。はい。まあ一応基本的にマスターシリンダーの遠い方からの順番なんで、まあリアから左リアから抜いていくような感じですね。ちょっとじゃあ今踏んでくるんで、多分ここエアがいっぱい流れてくると思うんですよね。出てきてるね。あ、エアも溜まってるね。ん？これあれだね。ワンウェイバルブが逆についてるね。ちょっと。じゃあちょっともう一回ブレーキ踏んでくんで、近くないと見えないかな、エアが。ここにエア溜まってるんですよね。これ。どうだろう、出てるけど、ちょっとフルードがまだ前のが新しくて、色がまだ新品みたいな色してるんで、今入れたやつと同じ色なんで、ちょっと色の変わり目でね、普通はあのフルードが後ろまで回ってきたの確認してやめるんですけど、ちょっと確認する方法がないんで、何回踏んで出すか数えてちょっと入れ替えていこうと思うんで、1箇所15回ぐらい踏めばいいかな。後ろなんでね、遠いんで。で、対向キャリパーなんでこっちの裏にもあるんで、こっち表15回、まあそんな感じでちょっと抜いていこうと思うんで、はーい。はい、じゃああと右前のエア抜きだけになったので、ちょっと右前も取ってみますか。はい、じゃあ裏もやります。こちらも最初だけでしたね、出てきたのは。はい、はい、じゃあ一応今ね、前交換フルード終わりました。で、こちらのフッティング部もちょっと見た感じと触った感じはちょっと漏れてる感じはないので大丈夫かなと思います。あとフロント側はリアより後にちょっと水かけたりパーツクリーナー吹いてるんで、
なんかちょっとまだ残ってるんで、ちょっとここは漏れてんのかどうかちょっと確認できないんですけど、そんなに激しくポタポタとかはないんで漏れてないと思うんですけど、ちょっと一回ね様子見て走ってみてどんな感じかで、今ブレーキ踏んだ感じは結構ガチガチで奥まで踏み込めないような感じ、ぐにゃっていう感じはないです。でこちらが抜いたやつ、外調700mm ぐらい抜けてて、でフルードの新しく入れた缶は 500mm2 本で、本当まあ多分 50mm ぐらい残ってるかなぐらい、 950mm ぐらいは入ってるんで、まあ容量が1リッターなんで、フルードの車体のまあ全交換は済んでるかなっていう感じなんで、はい。で僕の経験上、フルード全交換した後にちょっと走ると細かいその気泡、空気が集まってもう一回抜くとちょっとだけ抜けるんですよ、エアーが。でそうするとその後乗るとブレーキもかなりカッチカチなんで、ちょっともうちょっとまあ様子見で走ってみて熱入れてあげて、でまあ後日またちょっと抜こうかなと思ってます。はい、一応そしたらフルードの交換はこんな感じで以上ですね。